はい、こんちは、マリモです。ということで、夏休み4日目がスタートいたしました。何やらウィスパーが暴れている模様です。では、早速、ストーリーを進めていきましょう。いや、お前、いきなり顔やべえよ。うるせえな。大声出すんじゃねえ。ウィスパーどうかした？ウィスパー、さっき思い出したって言ってなかったかい？チケ。とりあえず御神木があると言ったら山か。じゃあとりあえず山へ向かうか。じゃあ母ちゃん、ちょっと行ってくるわ。今日の晩ご飯？何が食べたいだろうかな。じゃあいや、まあ後で後で。じゃあ行ってきまーす。何？おにぎりか。あざす、ウィスパー。じゃあ山へ向かうか。まあ安全には気を配んないとな。おお、じゃあ信号渡りまーす。あ、信号じゃねえ、普通に横断歩道だったわ。あそこは草むらのままだよな。だよな。夢だ、夢だ、夢だ。ちょっと坂を登ると、おっと、信号ちゃんと青になるまで待たんと。よし、渡れ渡れ。まあそりゃ当然だよ。お、みんな元気にしてんな。夏休みもね、みんな元気にね、やってていいよいいよ。とりあえず山へ向かいたいけど、山ってどっから行けんだったかな。とりあえず学校にちょっと入ってみようかな。確か山の裏だったよな。お、駐車場を越えた。ここだ、ここだ。大森山。あ、暑い、暑い。暑いな。まあのんきに階段登っていきましょう。一気に駆け登っちゃうぞい。疲れた疲れた。神社神社。あれ？前に進めない？どうして？やっぱり進めねえな。お、なんかいる。塗り壁じゃない。じゃあ誰だ？ハリセンボン？え、何こいつ？ウィスパー、こいつってどんな妖怪？
困った妖怪だな。え、戦うの？俺話してみてもいいんだけどな。もうウィスパーあったら。じゃあジマニャ行ってくれ。よし、よくやったジマニャ。オッケー。はあ、これで御神木いけるよ。うわあ、いい神社だな。確かこの裏だったよな。あったあった。ねえウィスパー、そろそろ教えてよ。ここに来て何すんの？ほう。でもそんな簡単に行くもん？変な妖怪とか出てこないの？エラベールコイン？これって何？へえ、便利だね。じゃあ早速回してみよっか。なる？じゃあ回してみるか。おみんな知ってる。ドイツ選ぼうかな。やっぱ受け狙いで、やっぱ人面犬ですかね。はい、出てこい出てこい。よし、来た来た、人面犬。どういたしまして。じゃあニックネームつけてやる。おめえの名は、おっちゃんだ。可愛くね、犬だな。またやってみてえな。よし、帰るか。もういい時間だもんな。帰ろう帰ろう。ふう、家に帰ろう帰ろう。
まにはこっちから帰ろうかな。ここ売ってんのか。でもやっぱさっきの人気になる。ちょっと人助けに行ってくるよ。おっと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 。やっぱおっちゃん助けに来たよ。君から困ってるおっちゃんは。そうだね、すみません、どうしたんですか。セミ。任せて。セミね。アブラゼミ。油どこの辺にいるのかな。お前油ゼミか。あだだだだ。お前は何者だ。もういいね。もうセミ逃がしちまったよ。セミどこで捕まえてこようかな。この辺にいそうだな。いやーこれじゃあな、バッタだし。セミみたいいた。よし、アブラゼミゲッツ。オッケー。おっちゃん、セミ捕まえたよ。そうだよ、俺別にセミ好きじゃねえもん。よかったよかった。確かにそうだな。へえ、トロフィー。うん、オッケー。セミのプロフェッショナル、バッチリ解決。じゃあ天むすいただくぜ。なんだこのくら寿司的なやつは。これはくら寿司のガチャガチャのやつか。ありがとう。よし、じゃあどうしようかな。なんだお前は。ほう、そんなものがいいのか。お、
よしよし。おじちゃん店やってんの？でも俺お金今持ってねえんだよ。なんかいる。あんたは誰？いやまあ気になるけど。いやー持ってないと思いますね。じゃあもうそろそろ帰りますかね。人助けもしたし、すっきりすっきり。じゃあ家帰るか。はあ、今日のご飯は何かな。よし。よしよし。行き過ぎちゃった。ここだ。ちょっとね、まだ家の場所が覚えきれてねえな。よしよし。よしよし。じゃあね、今日はここでね、一日終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。